ブツーリズム。皆様こんにちは。クラブツーリズムで台湾を担当しております水野と申します。クラブツーリズム海外担当がおすすめする海外旅行先をコンパクトにまとめてお伝えする5分でわかる海外旅行シリーズ、基本情報準備編、観光地紹介編、おすすめコース紹介編の3部構成にてご紹介していきますので、どうぞお楽しみに。今回は観光地紹介編の前編として、台北9分台中エリアの観光地をご紹介していきます。台湾は日本の九州と同じ大きさで、北から南まで見どころ満載です。街歩きやお買い物、大自然、グルメなどおすすめスポットがたくさんございます。九份などの有名な観光地以外にもおすすめの観光地をご紹介していきます。それではスタートです。では初めに台北周辺の観光地からご紹介します。台北は名前の通り台湾の北に位置します。台北故宮博物院には、中華民国政府が台湾へと撤退する際に、故宮博物院から運び出された美術品が主に展示されており、その数が合計約60万点にも及びます。3階建てとなっており、常に約6000点ほどの美術品が展示されています。博物院では3ヶ月に1回の割合で展示品の入れ替えがあります。膨大の所蔵量のため、すべての美術品を見るには10年以上かかると言われています。故宮博物院で有名な展示品は、翡翠の白菜の形に彫刻した水玉白菜と豚の角煮の形をした肉形石です。実はこの白菜にはキリギリスが止まっています。ぜひ実際に見て見つけてみてください。中列市といえば、衛兵交代式が有名です。陸、空、海軍から選ばれた衛兵が交代で守護を担当しており、見れる兵士はその時によって変わります。制服の色で衛兵を見分けることができ、陸軍は深緑、海軍は夏服が白、冬服が黒、空軍は青色となっています。写真の衛兵は白色の制服なので、海軍ですね。龍山寺には学問、商業、縁結び、健康の神など、道教、儒教の神や歴史上の人物も合わせて祀られています。ここで祀られている神様は、なんと100以上。どんな願いも叶う台湾有数のパワースポットとも呼ばれ、連日多くの地元の方や観光客が訪れています。台湾ではこうして多様な神様を一緒に祀っているお寺がよく見られますが、寛大でおおらかな土地柄を表しているようで、とても興味深いです。台湾式おみくじを体験することもできます。台湾のおみくじは赤い三日月型の木片、ジャオベイを2つ使います。赤で囲った2文字が日本でいう大吉などの結果です。このおみくじは真ん中という文字が2つ、まあまあの運勢でした。引いたおみくじは日本同様記念に持ち帰ることができます。またお守りもございます。台北で街歩きをするなら、永康街と適華街がおすすめです。永康街は雑貨やかき氷などの食べ歩きが楽しめます。適華街は問屋街としても有名な街で、お茶やドライフルーツ、お菓子など食品が安く買えます。台湾といえば、夜市も有名ですよね。台北にある士林夜市は、台北で最大級の夜市です。500店舗以上のお店が並んでいて、このような食べ歩きが楽しめます。続いて9分台湾の観光地として人気のある街です。赤ちょうちんの並ぶ街並みはなんとなく落ち着く景色で情緒あふれる場所です。昼と夜で雰囲気がガラッと変わるので、夕方から夜にかけて行くことをお勧めいたします。夜の夜景は赤ちょうちんに明かりが灯り、ノスタルジックでぜひ見ていただきたい光景です。昼の9分はこちらです。9分ではお買い物や食べ歩きを楽しむことができます。9分での滞在時間をポイントにされる方がいらっしゃるほど、9分は台湾に来たら欠かせないスポットとなっております。9分の全体マップです。メイン通りはアーケード、屋根がついているので雨が降った際も安心です。写真スポットやお茶屋さん、お土産店がたくさん並んでいます。続いて、テント上げで有名な10分です。
大きな点灯に筆で願い事を書き、空高く飛ばします。願い事を書いて空に飛ばし、天に祈りを届けるという台湾の伝統的な文化でもあります。台湾に行ったらぜひ体験していただきたいスポットです。続いて、ホートン、猫村とも呼ばれています。地元の方々が猫と人が共存できる場所を作ろうと立ち上がり、猫村が誕生したそうです。ここには猫が100匹以上いると言われています。ここでしか買えない猫の形をしたパイナップルケーキもお土産におすすめです。続いて、台中エリアのご紹介です。台湾中部に位置しており、話題の SNS 映えスポットがたくさんございます。こちらは最高建村、別名虹村とも呼ばれています。家にも壁にも道路にもびっしりと鮮やかな絵が描かれています。なんとこの絵はたった一人のおじいさんが描いたそうです。行くとカラフルな絵に元気をもらえるスポットです。続いては宮原眼科です。眼科と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は眼科を改装したスイーツ店になっています。ここでしか食べられないアイスクリームやパイナップルケーキを買うことができます。台中からバスで1時間ほどのところには、日月潭という台湾でダム湖を除いては最も大きい淡水湖があります。周囲は山々に囲まれており、その美しい景色から台湾の国立風景区にも指定されています。湖の周りは遊歩道になっているので、大自然の中をゆったりと歩くのもおすすめです。今回は台北から台中エリアの観光地をご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。次回は観光地紹介編の後編として、台湾の南、台南エリアや台湾の東、台東からカレンのエリアを紹介いたしますので、お楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。クラブツーリズムの公式ホームページでは台湾のツアーを販売しています。ぜひ概要欄もご確認ください。